こんにちは、サクトです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございました。これからいつもの朝練習を始めていきたいと思いますが、今日のタイトルですね、教則本では教えてくれない〇〇というタイトルなんですけれども、それだけじゃわからないと思うんですけども、何かと言いますと、サックスの構造の話ですね。これは吹き方にも関係する大事なことなので、ぜひ皆さん覚えていただきたいんですけども、ご覧のようにですね、サックスっていうのは口の根元側とベルですね、太さが全然違いますね。このキーとかですね、部品を全部取っ払いますと、入り口側が細くて、だん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 太くなって太くなって、最終的なこれぐらいの太さになるということで、あんまり他の楽器には見られないんですけどもね、フルートもクラリネットも比較的まっすぐに近いような形ですね。トランペットも最後の方はベル広がってますけども、途中まではほとんど直管でまっすぐの形ですね。でこういったまっすぐに伸ばすと円錐形になるんですけれども、円錐型を、専門用語でテーパーと言います。テーパー、立ちつてにパー、テーパー、テーパー型と言ったりとかですね、テーパー感とか言ったりするんですけれども、このテーパー型円錐形であるがゆえに、サックスはですね、高音っていうのは、基本的に手を離すとここからここまでの長さで音を吹くと、で逆に低音の場合は全部穴を塞ぎますので、ここからここまでベルの近くまでの長さになるということで、低音の時と高音の時とですね、管の長さもそうなんですけども、太さも変わってきます。その関係でですね、高い音の時は、口の形、それから息のスピードを速める、それから低い音の時はたっぷりの息で、優しく吹いてあげると。でこの時に、低い音は喉を緊張させないで、力入れないで緩めて、口の中も広げた状態でっていう形で、管の太さが高い音と低い音で違うので、高い音の時は高い音の吹き方、低い音の時は低い音の吹き方というのが違います、はい、ということをあんまり、世間一般の教本では教えてくれません。基本的な暗部車ですね、口をこうくわえて息をふーっと入れてっていう感じで教えてくれるんですけども、決してそれは間違いではないんですけれども、中間音域ではそれで吹きやすいかもしれないんですけども、高音域、低音域行った時に音がうまくならないっていうのはそこが原因なんですね。吹き方変えなきゃいけないのを教則本は教えてくれません。高い音の時は息スピード速くで、喉の奥もちょっとすぼめた感じ、低い音の時は、逆に喉の奥を広めて息たっぷりと優しく吹くというようなコツがありますので、ぜひですね、サックスは基本的にテーパー型、この円錐型をしているから高い音低い音で吹き方が違うんだよということをぜひ頭の片隅に入れといてください。高く音を出すコツ、低く音を出すコツ、それぞれですね、動画別に上げてますので、高い音の時は口をこうしろとか、低い音の時は口をこうしろとか、こういう形の口にしろとか、動画上げてますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてみてください。はい、ということで長くなりましたが、いつものようにアイリアルプロを使ってジャイアントステップス、ワンコーラスごとに半音を上げるっていう変な練習の仕方しますので、お付き合いください。
初めはダブルリップで、途中からはいすいません新リップで変えますので、最初はテンポ200でスタートします。でいきました。ちょっとですね、お聞きの方はわからないと思うんですけども、いつもとリガチャ違うんですよ。これはセルマーの純正のリガチャなんですけども、吹いててですね、ちょっと音が出しづらいっていうか苦しいので、ロブナータイプのですねリガチャにちょっと変えます。このリガチャを変えるだけでですね、全然吹き心地、音色も変わってきます。あとリガチャのつける位置ですね、上気味なのか下気味なのかでもまた吹き心地が変わってきますので、とにかくこのサックスはマウスピースからネックまでのセッティングでですね、
本当に大切なんですね。どんな好みの音にするか、どういう吹き心地がいいのかっていうのはそれぞれありますので、まあ、それを選ぶ楽しみっていうのもあるんですけども、あんまりとっかえひっかえしすぎても自分の吹き方口が安定しないとかありますので、できるだけ基本的にはですね、私もこれ、マウスピースはセルマーの S90 の180とかなんかそういうような、もう本当にクラシックでも使うようなものを使って、加え方をですね、割とファットリップに近い感じで、あんまり唇を巻かないような感じで、加えてますので、ジャズっぽいような音も出せます。楽器も大事ですが、自分がどういうイメージでどういう音を出したいかっていうのもとても大事になりますかな。はい、ではテンポを上げます。242、42上げます。はい、140でした。お聞きの方は分かるかどうかはあれなんですけども、やっぱり全然リガチャを変えるだけで吹き心地が違いますね。ロブナータイプ私は個人的に好きなんですけども、何がいいかというと、吹いててやっぱり感じたんですけども、反応がいいんですよね。吹こうと思った瞬間にこう音がパーンと出てくれるか、それともさっきみたいになんかうっと詰まってしまうような感じになるか、そういう感覚でも
演奏のパフォーマンスに大きく影響出ますので、思った通りにすぐに音が反応してくれるっていうのは非常に大事なので、あのリガチャすごく大事ですね。皆さんもいろいろお好みのリガチャを見つけられるといいと思います。280に上げます。早いテンポは聞くことに専念します。息をたくさん吸って、いつもやっちゃうんですけども、何を喋ろうかなとも考えちゃうと指がもつれちゃいます。演奏するときは演奏に集中しましょう。ということで、世の中には YouTube でですね、数多くのサクソフォン奏者がですね、いろいろ解説したりとか、もう本当にためになることたくさんあるんですけども、中にはすごく分かりやすくて丁寧でいいな、素晴らしいなと思う方もいらっしゃるんですけども、この喋ってる音とですね、演奏し音を出してる時の音とのバランスがあまりにも違いすぎてですね、言葉を喋りを聞くためにボリュームを上げるとですね、突然サックスの音が爆音で聞こえちゃったりとかですね、そこら辺の音のバランスが残念だなって思うことも多々あるんですけども、私はここら辺やっぱり聞いていただく方にとってですね、あまり不快にならないように喋ってる音と楽器の音ができるだけ極端にならないようにですね、後の編集でバランス取っていますので、喋ってる音のままで聞いてても、サックスの音が爆音になっていないんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。はい、ということで、今日も4万円のサックスで演奏しました。4万円でもこのようなテンポ280でも演奏できました。はい、ただ、初心者の方はですね、こういった格安新品で買うのはちょっとリスクがあります。
高い割合でですね調整が必要だったり、あちこち、変なことがあったりとか、とんでもないことがあったりとか、かなりギャンブル性高いので、私はこういった格安の楽器をですね、点検調整、してですね、各フリマサイトで、メルカリ、ヤフオク、ペイペイフリマ、ラクマで、サクトがですね調整点検して、初心者の方にも安心安全なサックスっていうのをお届けしています。こちらも格安で4万円してないかな、今は4万切った状態で、販売しております。アルトサックスだけではなくて、ストレートのソプラノサックス、カーブドソプラノ、カーブドみんな人気ですね、ちっちゃくて取り回しやすいので、ソプラノも大人気です。フリマサイトで販売してますので、ぜひこちらも覗いてみてください。またストラップとかですね、マウスピースとかもメタルマウスピース大好評で、よく売れてます。ぜひご覧ください。また歌謡曲のですね楽譜も、こういったピアスコア、ココミューで販売してます。私が作っている楽譜は初心者の方にも見やすい、調が優しい、シャープフラットがないとかですね、反復記号がありませんとか少ないですとか、1ページでメロディー完結しているので、すっきり見やすいですって、そういっためちゃくちゃ楽な楽譜も販売してますので、現在650曲ぐらい、登録ありますので、必ず皆さんの吹いてみたい、サックスで演奏してみたい曲あると思いますので、ぜひピアスコア、ココミュー、サクトで検索して見てみてください。はい、また、今日演奏方法でですね、いろいろテーパー感とか高い音低い音うんぬんの話しましたけども、そういったノウハウ的なこととかですね、裏技的なこと、サクトブログ、私のブログで、もっと詳しく載ってますので、ぜひブログの方も覗いてみてください。リードの調整方法とかですねありますので、100均グッズを活用した方法とかですね、いろいろありますので、ぜひ覗いてみてみてください。ということで、今日は、教本では教えてくれない〇〇ということで、サックスはテーパー感、円錐型の楽器であるので、高い音、低い音では吹き方が違うよという話をしました。どうぞこのテーパーという言葉、ちょっとか頭の片隅に覚えておいてですね、高い音と低い音では吹き方が、息のスピードが、喉の奥の形がちょっと違うよっていうのを覚えていただければと思います。まあ、こういった形で皆さんのお役に立てる情報をですね毎回発信できればと思いますので、ぜひこの動画が良かった、面白かったという方は、いいねボタン、それからチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた。